出かけん TV レディーゴー。ブーン、ハロー YouTube、 どうも出かけんです。イェイ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 、パフ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 、イェイ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 。ということで今日はカブトムシをたくさん撮ろう。そして山氏が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。山氏、夏だね。夏だよ。もう夏といえばやっぱ何？スイカ。スイカ、はい。ひいては昆虫採集。採集、はい、そうですまあでも昆虫採集はやっぱやりたいですね、夏には。ということで今日はですね、はい、カブトムシもしくはクワガタをもうできる限り山ほどゲットしようということで、実はあるスペシャルゲストに来ていただいてます。山氏は1、2回お会いしたことあるのかな、もしかしたら。え、わかるか。あったらすぐ。山氏はあったらわかると思う。うん、その方を呼びたいと思います。その方がこちらです。ポケモンゲットだぜ。どうも、太りすぎたサトシ、デカフトシです。よろしくお願いします。久しぶりです。あ、お久しぶりです。デカフトシさん。はい、デカフトシで。フトシだったっけ。あ、そうなんです。実は前まではデカサトシとして活動してたんですけども、最近改名しまして、はい、デカフトシでやらせてもらおうと思いますんで。あ、じゃあ今後とも山氏さんよろしくお願いします。フトシさんよろしくお願いします。まあデカフトシで呼んでください。デカつけなきゃダメ。はい、デカもつけないと分かんないので。本当にただのフトシさんが変わった帽子かぶってらっしゃると思われたら嫌なんで、はい、いつものようにデカフトシはですね、マサラタウンじゃなくてグルメタウンに住んでますそうだった。いつもグルメタウンに住んでね、好きなもの食べてますんで、うん、世界のあらゆるものを食べるのがデカフトシの夢です。そんなデカフトシがちょっと今日はですね、デカキンさんに代わってガンガンカブトムシをゲットだぜしていきたいと思うので、うん、山氏さん、カメラよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちなみにこちらマスターボール、こちらも持ってきましたんで、マスターボールあれば絶対ゲットできますから、うん、こちらも持ってこうと思います。何、たじろいでいらっしゃいますけどどうしました？さっきはさ、うん、ゲットだぜって言ったのに、うん、今回はこちらでゲットしようと思うので、まあ言っときますか。一応一応ね、マスターボールでカブトムシゲットだぜ。それでは早速夜を待ちたいと思います。こんばんは。こんばんは。太りすぎたサトシ、デカフトシです。今日は昆虫採集に来ました。もちろんマスターボールも持ってきてるので、今日必ずカブトムシもしくはクワガタをゲットしたいと思います。だ、目標は10匹。そんな取れる？10匹取ろう。やっぱりマスターボールあるから大丈夫。じゃあいけるか。はい。なんかね、東京だと、うん、普通はなんかね、カブトムシとかクワガタ取れるイメージないのだけど、この公園は取れることで結構有名なんで、はい、まあもちろん他のライバルのトレーナーたちが山ほどいるんですけども。トレーナー？はい、ポケモントレーナーがね、もういろんな木を見回ってるんですけど、うん、それ負けずに頑張って取りたいと思います。じゃあ早速ちょっと冒険に行きたいと思います。カブトムシゲットだぜ。どこにいんだろうね。こういう木とか。樹液が出てたらいいとか言うよね。言うね。でもこれ結構カラッカラだもんね。うん。これいるか、この木。この木じゃないんかな。なんかイメージ違うよね。もっとね、ジュワーって出てるような。ね。だってこの木美味しそうじゃないね、あんまね。木美味しそう。デカフトシね、調べました。どの木がいいか。それをちょっと言っときますね。デカフトシの調べによると、クヌギやコナラの木の周りにいるんだって。クヌギかコナラの木がやっぱ要注意らしいんで。その木を探そう。これはサワラ。ほら見てください、サワラ。これいないやつね。いないやつ。これ待って、超蜜。本当だ、蜜すごい。これ中いいんじゃない。ちょっとプーさん舐めてみてよ。僕がハチミツ。プーさんじゃないよあ、すごいよ。水かな。水だね。これ樹液だったらもうとんでもないことやん。ちょっとセミの音してるのはちょっとね、フィーバーチャンスあるよね。なんかね、いたあー、セミだ。セミ。うわ、いたと思った。マジよ、セミだね。セミです。まずセミ見つけただけでね、まずね、虫は見つけれてるから。こうやって生きてるセミ、俺初めて見るかも。マジで？そんなことある？うん。死んで落ちてるセミは見たことあるけどさ。これいそうじゃない？これ。どれどれ？これは、あ、ケヤキだって。ケヤキか。あ、いた。何がいた？これなんだ？抜け殻か？あ、これセミの抜け殻だね。すごい。セミの抜け殻だよ。初めて見た。ちっちゃ。初めて？初めてだよ。マジで？あんまりね、北海道出身なんですけど、北海道であんま虫取りとかしてこなかったのよ。で、東京来たから、うん、ますます虫に出会ってなくて。ほら、見て。また見つけた。すごい見つけたよ。すごい、この木に2つもね。ほんとだね。あ、いた、ほら。何？ほら、セミの抜け殻。いや、抜け殻探しに来てんじゃん。いやいや、でも珍しいからさ。こんなんいないから。取った、ちゃんと。取ったよ。ちゃんと取ってよ、セミの抜け殻。やめ、眩しい。失明するよ。しないよ。これ抜け殻って、またほら。抜け殻はいいよ。え、嘘でしょ。あ、抜け殻。ほら、いや、自分で見つけた時のテンションが違うんだよ。
もう取ったよ抜け殻をいっぱい。もう抜け殻の取る。あ、いた。これ何？虫？カブトムシじゃないあれ。カブトムシではないね。あれちょっと違ったよね形状がね。知ってるような虫じゃなかったね。煙たがられる方の虫だったね。そうだね。多分ね。でもなんか虫出てきたね本当ね。出てきた。何？セミの抜け殻3ペア。また？3で。ワン、ツー、スリーで。うわいた。一気に3つ揃えたわ。3つでしょ？うん。3カードだよ。セミの抜け殻の。とんでもないよこんなの。すごいな。これ羽化してる瞬間に会えるかもよ。ちょっと会いたいな。あれ羽化孵化どっち？え、どっちだ？孵？孵化。孵化。え、これでもさ、幼虫いてもおかしくないよこれ。こういう孵化孵化になってるじゃんか多分。全然幼虫とかいるよ。カブトムシの？うん。え、なんだこれ。うわー珍しい。なんか緑色の虫だね。なんだこれ。光沢すごいね。なんかわかんないけど。でもカブトムシじゃないね。違う。でもね、今ヤモシ見つけてくれたかなとテンション上がったな。カブトムシ一瞬見えたもんね。見えた。今テンション超上がった。いた。ほら。なんだこれ。あ、ガムテープでした。なんかの印がつけられたやつかな。本当だね。うわー、いた。なにどこ。ほら。木の枝に同化してるけど、これ七節とか、なんかそういう系の虫じゃない？これ虫なのか。そうだよ。これよく見て、これ。本当だ、動いてる。これでも初めて見たかも。これこういうのテレビで見たことあるよ、これ。正面だけど全くわかんないよ。わかんない、ほら。横じゃないとわかんない。うん、全くわかんない。こうなって初めてわかる。いい絵だよ、これ。でいいもん取れたね。ね、でもこれじゃないでしょ。これじゃないでしょ、探しに来たの。今もう取れたから十分かなと思ってたわ。全然一匹も見つけてないよまだ。捕まえてもなければ見てもない。もうグルメタウン帰ろうかなと思ってたんだけど。ダメ。まあダメか。帰れないよ。グルメタウン通称フードコートに帰ろうかなと。いやいないね。逆にあれをよく探せたね。はい、スペア。はい、オッケーでーす。雑になってきた。マウム的にやったら今。うわー、びっくりした。何？刀出てきてるのかと思った、ここ。うわ、ほんとだ。刀飛び出てるのかなと思ったよ。うわ、飛び立つ瞬間の時じゃん。孵化の瞬間がなんか羽広げた瞬間。え、これ今知ってるよ。生きてる。マジで。え、マジ。これセミ？これセミ。今これ多分ね、乾かしてんだと思う。体を。いや、こんななかなか出会えないからね。すごいね。でもこれね、あと1時間ぐらい感じない。1時間2時間とか。え？なんか4時間ぐらいみたいなの言うよね。確か。あと5分から10分じゃないの？じゃない。この状態になったらでも1時間ぐらいかな。飛び立つとこ見たいなぁ。あ、でも徐々に色変わってきたじゃん。羽の色。あ、ほんとだ。あ、すげえ。うわぁ、ちょっと感動だね。すごいとこには出会えたね。やっぱだからさ、こういうさ、抜け殻を見るのもやっぱ大事だね。ほんとだ。ちょっと前まで業務的にやってたよ。あと1時間かかるね。これやめよう。うん、ちょっと本当にありがとう。いいところ見せてくれてありがとうね。じゃあ無事に大人になってください。本当におめでとうございます。あー、でもすごいシーンに立ち会えたな。本当だね。今度何これ。これも孵化の瞬間じゃないの。いや完全にそうだね。こっちも孵化の瞬間じゃん。しかも色も超緑だよ。さっきよりでかいし。種類違うのかな。あ、確かに。これもあと 1,2 時間うん、かかるかもね。すごいな。これは今から出るところかな。目に輝きあるよ、これ。ほら見放題じゃん。いやもうね、真ん中空いてるから。あ、出てる。うん、出てっちゃってる。家家で少年じゃないのあれ。まあ成長大人になるためのあれか。うん、ほら樹液ダラダラ。うわ、ほんとだ。ここスポットなんだよ、多分。すごいな。すごいもん。そりゃここでね、カブトムシが大量にね、子供産んだりとかするよね。でもいないね。うわぁ、ちょっとやばいね。もう一周してんのかな。してる、うん。あ、ちょうどまた出る瞬間。ほんとだ。うわ、すげぇな。羽も最初こんなちっちゃいんだ。ほんとだよ。うわぁ、ちょっとずつ動いてる。一瞬ね、カブトムシに見えるんだよ。これもとてもじゃないけど、数時間かかるね。うん、ちょっとずつ動いてるだけだもんね。確かに。動いてる？ちょっとずつ。ちょっとずつ動いてる。でかい。すごいな。生命ってすごいね。ね。これは素敵だわ。でもこれじゃないんだよ、目的は。ヤマシ。どうした？これ、ダンゴムシ。なんだ。ダンゴムシを捕らえました、今。この流れでいない？そうなのよね。ヤマシ。何？まさに。何が？まさに飛び立つ瞬間だよ。うわ、すごい色。綺麗。こんな綺麗なんだ。落ちそうだって。落ちるなら飛ぶわって概念になるんだよ。色が変わってきてるね。あ、ほんとだ。ちょっとずつ茶色になってきてるね。二本足だけで支えてるよ。だってうわ、ほんとだ。風で飛ばされちゃいそうだよ。すごくない？すごいね。落ちちゃう。早く乾かして飛ばないと。ここでいないか、このタイミングで。いたと思ったんだけどね、でかかったから。違ったんだね。違ったね。うわ
何？これから抜け殻で出るところ。色がさ、カブトムシに近かったからさ。うわ、本当だ。これから背中割って出るところだよ。そうか、セミしかいない。でもセミ、あ、やばい、ちょっとちょっと、何この状態。うつ伏せで出てきてるよ。逆からわーって宙返りで出てきてる。え、そんなことあんの？背面負荷でしょ。そうだね、これ結構レアな例だと思いますね、背面負荷は。じゃあちょっとですね、山師、はい、一回ジュース飲もう。一旦作戦会議しようか。あ、そうしよう。デカキン TV。 山師、何飲みたい？え、なんだろう、なんかさっぱりしたものがいいな。まあ後味スッキリだとカルピスとか、あと三ツ矢とかね。うん、爽快であるけど、まあ、さっぱりと逆行くんだったらイチゴレモン。逆行きすぎてんな。何がいい？もうデカキン決まってるから。何すんの？もうこれ自販機限定超爽快コーラ。何これ、こんなのあんの？超刺激、初めて見たよ。あ、デカキンじゃない、あのデカ太しもこれ初めて。忘れてた今。これかこれね、どっちかにしようかと。パワフルチャージ。あー、汗かいてるからね、結構。スポドリかな。うん、ミュースポーツアップね、これ。あ、惜しい。結構惜しかったね。じゃあもうデカ太しは、ちょっと待って、今ボタンさんどっからお金出した？ん、どこからお金出したの今？いや、モンスターボール。嘘でしょ。いや、モンスターボールから出すよ、それお金。ここにお金入ってんの？モンスターボール大体何でもポケモンも入れれるし、お金も入れられるから便利だな。うん、だってもうちょうどケース的にいいじゃん、カプセルでしょ、うん、だってあのモンスターボールだって。そうか、そう、ちょうどいいね。ジャラジャラ音もなんないし、これだったら自然に使ってるから気づかなかったよ。あ、来た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 。ゼロ、カズレー。最強炭酸だって。どんだけ強いんだろうね。ミスティオコーラ史上最強炭酸、いただきます。喉が焼ける。すっごいよ、シワシワがすごい。で、あとね、やっぱこれ違う、ミスティオコーラだから、いつも飲んでるコーラと味が若干違うね。あ、刺激、喉の刺激がすごい。最強コーラだ。ちょっとあとね、あ、違う、汗拭こうと思ったらメガネ拭いちゃった。いないんかね、これもう一周したあれだから、ね、正直ちょっと時間的にもここ以上の時間過ぎたらもう取れないよっていう時間のピークの時間があって、うん、でその時間にもうあと10分ぐらいでなっちゃうんで、うん、諦めて帰ろうかな、うん、一旦ね、まあ、夜中はもう危ないですから、まあ、そうだね。そう、一応あのデカキンさんとデカ太は19歳ですから、はい、夜中はあまりで歩いちゃダメなんですよ、うん、保護者だもんね、ヤマシーが。あ、そうそう、保護者、ヤマシー、うん。保護者の同伴が今必要なので、だから帰るよ。ちょっとそろそろ帰ろうと思います。ポニュー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 、デカキン TV。 はい、ということで今帰宅しました。無事怪我なく帰ってくることができました。それが一番。それすごい距離歩いたね。あ、いや結構だね。結構な距離歩いたんで。はい、それではですね、早速今日のカブトムシクワガタの結果発表をしたいと思います。まああの動画にね載せてない部分もあるかもしれませんから、うん、じゃあそちら発表したいと思います。その今日取ったカブトムシの数は、でででででで、ダン、せーの、はい、ゼロ匹です。あー、なんでだよ、ゼロ匹か。あんなに歩いたの。一周したもんね、うん、東京タワー2個分。違う、東京ドームだよ。そうか、東京タワー細いだけか、あれは。そうだよ、うん、東京ドーム2個分歩いてんだよ。すごいよ。あんだけ歩いて、でもやっぱりあの他の方もやっぱそれぐらい歩いてたりもするので、やっぱライバルのポケモントレーナーの方にさっき取られてたりとか、うん、あとちょっとあのその日の湿気とかにもよるらしいんだよね。湿気が結構ある日の方が取れやすいとかもあるらしいんで、うん、はい、今回はちょっとダメでしたね。実はですね、本当に今日10匹ぐらい取る予定だったので、こちらも買ってました。100% 取れるだろうなっていう思いがあったんで、こちらを買ってたんですけども。これは、だからあれかな、今後は、かけ湯とかね、お風呂の。お風呂のかけ湯とかに。もう使い道それしかないですから。いや、あるでしょ。いや、わかんない。何使うこれ。これ、バーベキュー行った時とか。あ、バーベキューで毎回虫取れるよって気持ちで行くってこと？そうそうそう、もちろん。そうなんだ。まあ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 。本当に俺のこと虫取り少年だと思ってるんだね。でもこちらも用意してたんですけど、まあなんか違う時にまた使えたらなと思います。で、ちなみに動画の途中でウカなのかフカなのかみたいな話があったと思うんですけど、今調べたところ、実はフカとウカの2つの言葉がありまして、このまずフカっていうのは漢字に卵っていう漢字が書いてあるんで分かりやすいんですけど、卵から帰る時のことをフカっていうの。だから蝶々の卵から毛虫が生まれるとか、カエルの卵からオタマジャクシが生まれるっていう、その卵から帰る時、これをフカと言います。で、このフカに関しては
もう蝶々もそうだし鶏まで幅広いんですけども、うん、こっちの羽化っていうのは成虫になるとき、羽を生やして成虫になるときに羽化なので、基本昆虫に用いられるらしいんですよね。ああ、そういうことか。そう。だから今回見たセミのやつは全部羽化です。はい、こちらですね。昆虫の豆知識ゲットだぜ。なんだこれ。毎回出てくるんだね、これ。いや、こういう、やっぱ、デカ太子の時には豆知識もゲットしてきますから。やっぱ、教育番組目指してますんで、デカ太子の。いいね。まあ、だから、いつかはね、テレビでやろうと思ってるから、デカ太子の生き物ゲットだぜって、やろうと思ってます。そう、なんかありそうだよね。毎週深夜3時に放送されますので。もちろん早い時間にしてくれよ。子供が一番見れない時間になりますが、はい、そちら放送できたらいいなと思います。いやでも本当にどうこんなにセミの羽化を見れる機会ってなかなかないんじゃない。いや、ないよ。ないよね、うん、小さい頃に学校で教育番組を見せてもらった時あったけど、あの時ぐらいでしか見たことないような、いや、そうだよ、感じだったから、これはいい感じなんじゃない。綺麗にね、しかも撮れてたから、ありがとうね、山氏、すごい綺麗に撮ってくれて。しかもいろんな羽化を見れたじゃん、うん、今から半分出てきてますっていう羽化だったりとか、本当手2本だけでギリギリこうやって保ってますっていう羽化だったりとか、背面飛び出しのこの羽化だったりとか、あんなの見たことないね。見たことないよね、うん、だからいろんな羽化を見ましたね。でやっぱその昆虫のいろんな個性もやっぱありますし、個性っていうのはね一番の長所ですから、個性っていうのはねいいんですよ。大人になったらわかるんですけど、うん、大人になればなるほどね、個性あればなって思う時多かったよね。多い。意外にね、小さい頃だと個性があると、うわこの個性いらなかったななんて思うんだけど、大人になると、あ、個性ある方が生きやすいじゃんみたいな思うからね、うん、もうデカキンなんてもう一目で見て太ってると分かるわけですよ。分かる。これも個性だから、もうみんな人より多く俺にお菓子くれんだから。いいじゃん。お菓子とか食べ物ね、多めに持ってくれたりとか、うん、定食屋行ったら多めに、ちょっと多めについといてよとかやってくれたから。個性は本当素晴らしいことですから、自分の個性を大切にしていってください。卒業式だねこれ。それではここでデカキンさんに変わりたいと思います。はい、ということで、あ、やましい。いい人そうだったね、デカ太子は。あ、見てた？あ、見てた見てた。あの、なんかね、いつかね、デカ太子の生き物ゲットだぜ、うん、放送されたらいいね。あ、ちゃんと見てんじゃん。ちゃんと見てる。はい、ということで、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バーイ。